Oh!
イエスイエス、さあ、ライダーがやってくる、やってくる。さあ、またスペシャルな方やろうとしましょう。次回、次回、それ、次回、やるかも。
さあ、ラポニス。おい、どこにいるのよ。アリス、ビッグショー発表するよ。アリス、マウスの。マウス。マウスの。どうしよう。ゴービックレイズのシャンパンファイトを上げるワダポリスは、この試合で今日は、今日、今年はないけど、それはなしでしょう。体力が少し残念。そういう意味では、ゴービック賞のみの発表になりますけども、はい、本来であれば、しっかりとこのコンテストをやりたかったんですが、今年から、出場されましたこのゴービック賞のみ発表しようということになりました。改めてですが、今和田コスも話していましたけども、このゴービックの始めた男、佐藤英吾、今現地からスタートで笑っているようなこれにかなり余裕と思いますけども、はい、その功績を称え、このゴービック賞というのを設けました。もう自分の限界に挑戦し続けるライダーに贈られる賞。この賞はライダー含め、ジャッジ3名全員投票した結果決めています。そう、ライダーに選ばれているんですよね。そうです。これがライダーにとってある意味またすごい特別な価値があることですね。ライダーからリスペクトされるライダー、これはもう本物です。本物です。間違いないです。ぜひぜひ皆さん楽しみに待っててください。それを今結果を聞きました。あ、もう決まった。聞いています。レプレゼンターはヘッドジャッジの梶野仁志が務めます。はい。さあ、果たしてどのライダーが今日一番自分をプッシュしたかったか。でもこれももう全員が全員に本当はやりたいというところなんですが、結果、はい、ゴービック2016ゴービック賞は大成。自分へのそのリベンジをここで果たした。では、ファイナルティーメイクダイスがゴービック賞です。バーン。男ですよ、男ですよ、男ですよ。ここ一番で決める。ああ、さらすれば You are the man。 ダイスで感傷。カズの人しか集めます。賞金まずは15万円が贈られます。そしてさらに賞を出しまして、今回は勝者に贈られるこのショットのファーストライダースカレット、このゴービック賞の副賞としてライダースに贈られます。おめでとうございます。いや、天才のクロスライダーさん、かっこいいですよね。全球の副賞が100年以上の歴史を持ちます。ショットのライダースダイヤットにバンサーライダースダイヤットに袖を通しました。しかもここはいただこうよ、ワダポリス。ゴービック賞獲得、ライダース鈴木です。いや、ナイス。やった、おめでとう。ありがとうございます。いや、4年ここでクリア、たった1人クォーターファイトにチャレンジして転倒しちゃって、あれ、ナイスはファイナルいけなかったの初めてだったんだよね。そう、ダイスにとってはちょっと屈辱的な結果だったと思うんですけど、見事それを今年同じこのオフロデス大会でもう一回チャレンジして、どう、自信はあったんですか。ぶっちゃけ本当ありがたいけど、今日が本当に忙しくて全然練習できなくて、わそう、でもやりたくて、すごい時間を練習して、みんなの協力が一回転んじゃったら恐怖心とかない。恐怖心はありますよね、よぎるし、でもその分練習はモチベーションは上がるし、もっとここでメイクするために
と練習してきたので、はあ、まさに自分をプッシュして自分の限界を押し上げて、そうですね、攻撃ってやつですね、はあ、あとはもうトムが、はあ、もうあの練習では右から左手でしかスリーやってなかったので左本番やばかったよね、もうあれでもう、まあ、いやそしたらトムっていわゆる普通のクリーンがまっすぐのパックあそうそうそう得意じゃないってこれ多分7、8年ぶりに見たから、ね、トムのあのまっすぐのパック実は彼はあまり得意じゃなくて、はい、それだからクォーターとか他のいろんな技でコンテストを立ち上がってるんだけど、はい、それをなんとこのゴービックで見せてくれ、それにやっぱり火つけられた、いやもう間違いなくそれと、あとはもう本当お客さんって、まあ、もうありがとうございます、なんとしても勝ちたいなと思っちゃって、いや、わらじゃあ本当にゴービックを体、全身と、脳みそとハートと全部使って表現してくれました。もう一度ゴービックショー担当しました、すぐに帰ってきたらビリカーショー、いやーありがとう、ありがとう、あのゴービックショーを伝えたいな、みんなが頑張ってこのゴービックショー、バイス、みんな映ってるぞ、さあこの後はコースウォーク、コースウォークしていきますので、はい、実際にここに立つとものすごい風だったりする、あるじゃん、感じることができる、あの、まあ、この後コースウォークとか再開あると僕たちがぶっちゃけ喋るシーンとかそれで終わりになっちゃうじゃないですか、うん、なんかそこはちょっとあの実行委員長にご挨拶を、はい、いただけますか、まあ、そんな感じが出さそうですね、そんなないですか、ないですかね、あれみんなカジさんの話聞いてないですか、いやゴービックもきついね、ここでみんなに俺がチェックインコーナー内を実現されました、もちろん、すごい動いてくれた人何人もいるんですけど、その中のチェックインちゃんであなたに紹介しましょう、ガジルトシー、お願いします、皆さんほんまにあの今日はありがとうございました、最後まで去年ゴービックをここでね、初めてトライしてから1年、本当にもあのすぐ後からもうスタッフで毎月毎月打ち合わせして、本当にあの今日という日を迎えて、昨日までは本当にあの風の中ですごい良かったんですけど、まあ今日ちょっとこういうコンディションの中で正直苦しかったと思ったけども、まあやっぱりライダーは誰のためにと向かったらやっぱり自分のためであったり、お客さんのためであったりというところで、本当にあの最後の最後までこう持っていき方がうまいなというのが思いました、正直心が何度も俺どうにかつけてきたから、こうやって来てくれてる皆さんを見ると本当にもう一年、ね、来年10周年、ゴールデン10周年っていう話を言ってすごいですよね、10年っていうね、もう本当に一年の年を迎えられて、なんとかなんとかこのリベンジをもう一年やりますか、いやーしんどい、ありがとうございました、皆さん来年も頑張ってください、日本の話者の放送みんなで盛り上げてください、ありがとうございました、助けてあげてください。
登ってるだけでもすごい風を改めて感じるじゃないですか。でも実はライダーはもっと上飛んでるんですよね。ね、ここにいてもこれだけ吹いてるのに、さらにあこっちとか斜面もっと上ですよ。皆さん正面じゃなくて横から登った方が楽ですよ。横から登った方が楽ですよ。まあ、その辺りを感じてもらうための高速ウォークということになってますので、実際にこのテーブルに登ってみて、この風の強さ、そしてジャンプダウンのこの角度、飛び出しから25メートル、これをあれぶっ飛んでいくでトレーニングする、ミスったらとんでもないことになるという状況の中でやっているということは、改めて FMX ライダーズにリスペクトを持つ、そんな時間にしてほしいですね。はい、我々も囲まれてきましたので、そろそろ帰りますか。じゃあ、ワダポリスだけ残していきますので、ワダポリスのバランス出してください。ワダポリスどうもありがとうございました。